ニジニノブゴロド市電は、ロシア連邦のニジニノブゴロドを走る路面電車。2020年現在は、トロリーバスと共に、市営企業である、ニジニノブゴロドエレクトロトランスによって運営されている。路線図路線図1896年5月8日に、開通したニジニノブゴロド市電は、ロシア連邦の中で2番目に古い歴史を持つ路面電車である。同年に開催された、 全ロシア産業芸術博覧会の開催に合わせて建設されたもので 1524mm、1000mm 15、1000 mm、750mm の3種類の基幹の路面電車が博覧会期間中に営業運転を実施した。そのうち基幹 750mm の路線は博覧会終了後に撤去され以降は基幹 1524mm と 1000mm の路線網が ニジニノブゴロド市内に拡張されていった。そのうち後期の路線はサンクトペテルブルクで製造された車両が使われた。一方、狂気の路線ではベルギーから輸入された車両が導入されていた。開業当初、路面電車は私有企業によって運営していたが、第一次世界大戦の勃発に関連して1914年にニジニノブゴロド市が運営する公営路線となった。 だが、大戦や10月革命によって、路面電車網は甚大な被害を受け、1919年5月1日以降、長期にわたる運休を余儀なくされ、再開までには、ソビエト連邦成立を経た1923年5月1日まで、待つこととなった。運行再開後、虹にノブゴロドの路面電車網は、期間の 1524mm への統一や、施設の改修工事に加え、 都市計画に基づく大規模な延伸が行われ、水銀製流器を用いた変電所も増設された。車両についてもロシア帝国時代の車両に代わって、ソ連国内で製造された車両が大量に導入され、革命前と比べて旅客、貨物輸送量は大幅に増加した。第二次世界大戦中、路面電車の修理工場は迫撃砲をはじめとした兵器の生産に用いられ、 路面電車も兵器輸送に転用されていた。ナチスドイツからの攻撃にさらされながらも、丘川をまたぐ橋梁をはじめ、大規模な損害は、免れ、一九1943年に、路面電車の労働者は、モスクワ防衛メダルを授与された。だが、軍事輸送で、国志されていた、路面電車の荒廃は著しく、戦後の1947年には、路面電車の補助として、 トロリーバスが開通している。その後、復興を終えたゴーリキーの路面電車は1950年代から1970年代にかけて急速な発展を遂げ、大規模な路線の拡張や多数の変電所の増設に加え、ソ連各地やチェコスロバキアの鉄道車両メーカーが製造した路面電車車両が次々に導入されていった。ただし急激な路線網拡大の結果、 1963年の時点で路面電車の運営費は収入を上回り、収益上は赤字に転落していた。路面電車網の拡張は1977年に立ち上げられた地下鉄建設計画によって中断し、以降は地下鉄建設に合わせた路線の移設が主となった。また、大量に導入された車両の整理も行われ、3カ所に存在した車庫によって、 タトラ T3SU、RVZ-6、KTM-5M3 に、ほぼ統一されていた。また、同時期には、コンピュータ技術の導入による、車両管理体制の刷新も行われた。その後、ソ連末期の1987年に、アプトザボツキー地区への再度の延伸が行われたほか、第2車庫には、サイリスタチョッパ制御を導入した。 タトラ T6 バイト 5SU の導入が実施された。ソビエト連邦の崩壊後、各地の都市では、経済的な混乱に加えて、ミニバスや自家用車の発展に伴うモータリーゼーションにより、路面電車網の廃止や縮小が相次いだ。合力 E 市電改め二次二ノブゴロド市電も、例外ではなく、2004年以降道路の、 混雑解消などの名目で多数の路線が廃止に追い込まれているが、一方で市当局からの財政支援や市民からの廃止反対運動も起きており、超低床電車の導入や在籍車両の延命も兼ねた更新工事などの近代化が積極的に行われている。2020年現在、虹にの五ご都市電では以下の16系統が運行している。路面電車。 トロリーバスともに、ニジニノブゴロドエレクトロトランスが運営する公共交通機関は、現金を使用する際に1回の乗車につき28ルーブルの運賃が必要となるほか、手荷物についても、同額の追加運賃が必要となる。一方、地下鉄や路線バスも含めた、ニジニノブゴロドの公共交通機関で、使用可能な非接触式 IC カードの シティカードを使用する場合は乗り換えを含めた時間制となり、60分以内では26ルーブル、90分以内は40ルーブルとは引が行われる。このシティカードのサービスは、スマートフォン向けアプリケーションでも展開している2020年現在、ニジニノブゴロド市電では3つの車庫に、以下の営業用車両が在籍する。 ニジニノブゴロド路面電車博物館の円形ニジニノブゴロド市電に在籍した車両のうち一部についてはトロリーバス2台とともに2005年に一番車庫に近接して開設されたニジニノブゴロド路面電車博物館に保存されているそのうち1979年に製造後2 0 4年まで営業運転に使用された RVZ-6 は2020年現在 市電の第11系統で下記の平日に胴体保存運転を実施している。それを含め、下記に記す過去の在籍車両のうち2じの部頃ろ路面電車博物館に保存車両が存在する形式は太字ぎ記す。ありがとうございます。